はい、どうもこんにちは、ガチョウです。先日というか、先日だね、そうだね、ちょっとこの前になりますけど、フィルム、カメラのね、フィルムを装填するという、動画を撮影しました。ちょっと動画のね、内容的にもあんまりいいものではなかったんですけど、ちょっとそこでね、新しい撮影方法というか、動画のね、録画のちょっとこうスタイルとして新しい試みをしたので、そのお話を少ししておこうかなと思います。先日のフィルムの動画、お気づきの方もいるかもしれませんけど、いつもみたいな、ここにですね、固定のカメラを置いて、そこの下でこう作業をするというのではなくて、私ですね、この操作をしている私とこう連動をするようなビデオを用意しました。それが何かというと、以前ご紹介をしたこともあると思いますが、こちらの、中華製 GoPro というんですかね、小型のアクションカムです。で、このアクションカム、カムパークっていうのかな、このキャンパークっていうのかな、こちらのね、メーカーの、カメラになりますけど、これを買った時にですね、すでに何回もこれまでも使ってるんで、ちょいちょいその部分的にはお見せしてきたかもしれませんけども、アクセサリーセットをですね、実は同時に買ってまして、今回使用したのはこちらですね。こういう、頭にこう乗っけることができるようにするような、そういう、アイテムがあるんですが、これにですね、ここにこうやって、キャンパークのこのアクションカムをセットして、で、これをこうかぶって、で、こうやって撮影をしてたわけですね。それなので、映像としてはこれの映像ということです。で、これでですね、4K30 フレームの映像を撮って、で、それを1080フレームの、要するにいわゆるフル HD の動画に書き出して、圧縮して書き出すということをしています。4K で撮った映像なんですけど、それを若干トリミングもして、なんていうんですか、動画の揺れをですね、抑えるような編集をしたので、実際サイズもこうリサイズされてちっちゃくもなってますけどね。そういう使い方ができるかなと思ったわけですよ。これだとこうどうしてもブレるんですけど、その広角でブレた、そのブレの部分を切り取りつつ、その揺れをですね、画面の広い、その内側の、あの緑色のですね、カッターボードの上だけに、切り取って編集すれば揺れが減らせるかなと思って、そういうことをやったんですけどね。解像度が大きくてっていうのは良かったんですけど、これの角度を若干ミスりまして、ほとんど多分画面の下側ですね、映ってないっていう、私が作業している手元のところが半分くらい映らない映像になっちゃって、そこがかなり失敗だったかなと思ってます。で、もう一つ、音ですけど、音はこれはね、さすがにね、ハウジングもつけてますし、これハウジングつけないでつける方もなくはないんですけど、もっとごつくなっちゃうんで、やっぱりハウジングつける方が便利かなと思って、ハウジングにつけて撮ったので、これで撮っちゃうとさすがに音がくぐもっちゃうんですよね。なので、これも、先ほどご紹介したアクションカムのアクセサリーキットにくっついてきた、こういう、アクションカムをここにつけて、使うような、自撮り棒ですね。で、この自撮り棒のお尻のところにこういう三脚の穴があったので、この三脚の穴にですね、ゴリラポットに接続をして、ゴリラポットの上の部分をこう延長するようなこう形でですね、こんな風にしたものを、ちょうどこの画面のこの辺にですね、実は置いて、で、ここからこう音を拾うというようなことをしてました。この上にマイクを置いてね。でもね、支えてる部分は所詮、ゴリラポットなんですよ。なので、圧倒的に高さも足りないし、ちっちゃいしね、もうね、ゆらん揺れてましたね。
まあ、なので、ちょっとその辺も今後また同じ使い方で録音するかと言われればしないっていう 感じですかね。まあ、こいつの映像はまあまあ使えるということが分かったので、まあ、これはちょっと今後工夫して、こう、まあ、角度をもう少しこうやるとですね、多分こうかぶった時にでも、こうもうちょっと下側のこの辺ですよね、手元の部分が取れるかなとか、いろいろと期待もしてるんですけどね。ちょっとその辺は今後の課題とさせてください。ただまあ、ちょっと前回と同じようなその撮影方法で撮ることはもう二度とないかなと。改善はしてもね、やっぱり固定カメラで撮った方がいいですね。ただ固定で撮るとき、私大体iPhone のカメラがやっぱりちっちゃいし、あとやっぱりスマホなので、他にこういろいろとごちゃごちゃしたね、荷物がいらないっていう意味で、こう撮るときすごく便利なんですけど、やっぱ音がね、もうとにかく iPhone のカメラの欠点ですよね。音が悪いというかちっちゃいんですよ。だから実は編集の時に大体4倍から5倍、6倍ぐらいまで音を実は大きくして、でノイズをカットした状態で、アップロードしてるんですけど、もうね、とにかく音が悪いので、なんとかしてこう音を別撮りにして、なおかつまあ、iPhone だとどうしてもね、こう画角とか、あるいは設置の仕方とかね、制約がかかっちゃうじゃないですか。だからまあ、今回のこういうアクションカムを使ったのは、こう自分の体と連動させると、こうよりこう撮れるね、対象が増えるなと思ったから、まあこうやったらしい撮影方法を導入したところもあるので、まあ一長一短ですね。一長一短ですね。一長一短はおかしいな、なんで朝夕の話になっちゃう。まあいいや とにかく、そういろいろとこうね、こう私の今持っている道具の範囲で、まあ、なるべくこう手軽に、かつこういうね、コンテンツのやっぱり内容を充実させていきたいという話は以前もしましたから、まあ、そのコンテンツの内容を充実させていけるようにですね、撮影を工夫していきたいかなというふうに思ってます。まあ、今日はそんな話をちょっとしようかなというところでした。まあ、雑談ですね。まあまた、そうですね、いつも話してますけど、動画の更新頻度は、非常に不定期になるかと思いますが、まあ、見つけた時に、お、あいつ上げてるぞっていう感じで、今後も見ていただければなと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは、バイバイ。